その位置がいい。なるほどな。ボスを裏切ったのに奴らがここまで。よし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 、立派に取れたのだ。わあ、そうだ、悪い。彼はみんなに冷たいってことよ。俺よく女の子の気持ちってわかんねえんだけど、ひょっとして大丈夫？ローマに無事着くことが重要だよ。後でゆっくり自分の気持ちに気づくんだね。村は山の斜面にできていて、道路は上り坂だからな。それに村の外では車は無事に走る。カビで死体の手が崩れただけだ。背後は俺が用心する。何をしているミサ、早く登れと言ってるんだ。登るんだ。このまま下っちまうと体がカビにやられるぞ。壁に飛び移るんだ。壁をよじ登れ。スティッキーフィンガー。やつはどこかわからない。どこから来るのだ。聞こえるか、セックスピストルズ。戻ってこい。今まで出会ったどのチームよりも小指が赤い糸で結ばれてるコンビかよ、畜生。だからこの壁に移って潜ったぞ。これは沈む地面が硬いままならばよ、チャンスは俺が引きずり込まれる瞬間だ。なるほどな。近距離パワー型なら弾丸を弾くくらいのことはやると予想していたぜ。エンジンをかけるんだ。何してるんだ。早く車に乗れ。恐ろしい能力だ。だが、わかるのか、俺がどこに向かう。リビッデルチ。デスタンド。おいセッコ、お前今やつらを追跡してんじゃねえのか。なんで電話してくる。答えてくれよ。もしノトーリアスがここにいたとしたら、あんたの生きてるものを絶対に朽ちらせることだけは確かだ。カビは物とか石ころには生えねえんだ。あの車を運転してるのはひょっとしてやつらか。お前なんで黙って見てる。絶対にありえなかったんだ。あいつの体カビらねえんだぜ。間一髪か。どこもカビにはやられなかったのか。ミスター、少し休んで。傷穴は埋めたけど。あ、これは同じことが前にもあった。あの時は気のせいと思っていたが。知らないが。バカな。まさかあの時ベネツィアでボスからトリッシュを救出。お前がくれた生命エネルギーはもう少しだけ動くことを許してくれたようだ。誰よりもよく知っていることだな。終わったものはどうすることもできないってな。なんだこの音は。俺の耳鳴りか。尾行してくる。登れ。少しでも上に登るんだ。こいつにはブレーキがない。悪の限界がない男だ。おい、しっかりしろ。どうした。バカな。ローマの人口は300万。さっきの漁村とは訳が違う。分かってるぜ。逃がすか。行け、セックスピストルズ。これで奴らは追い詰められたってわけだ。そしてローマでブチャラティどもが会う予定だった。ダメだ、ブチャラティ。すでに遠すぎる。こっからではもう燃料タンクやプロペラはぶち抜けねえ。ヘリにはもう逃げられた。地中の男が来るぞ。弾丸は命中した。ミスター、地中の男は任せていいんですね。